でもさ、渋谷のドンキってさ、うん、こうあんな若い子、渋谷な、渋谷のやつらでしょ。夜ね、9時10時ぐらいになったらね、みんなあれ買いに来てる、あの光るやつ。何光る？あとほら、ポキッと折ってあの光る、これあるじゃない、今クラブとかパラパラさんたちが持ってる。ああ、パラパラさんだ。パラパラさんが古いじゃん。古いかな。古い。本当にどういう、なんか、どんな意味だろう。なんか、合成っぽい感じ。やつみたいな、そんなあれなんだよ。確かに革命してくれたんだよ。さすがに、あんだけ韓国海苔とか、梅干しこんなでっかいのがボーンって売ってあるところ。梅干し売ってんの？梅干しでも何でも売ってあるよ。そろそろ行くよ。オッケー。うん。よし。じゃあね。うん、またね。バイバイ。佐藤じゃん。